フリップフラッパーズは、スタジオサンヘルツ制作による日本のテレビアニメ。2016年10月より12月まで、東京 MX、サンテレビ、BS 富士、ATX で放送された。天体のメソッドや、ディメンション W を手掛けた、アニメスタジオスタジオンヘルツによる、オリジナル作品であり、本作は、ヒロインのパピカと、ココナの二人を中心に繰り広げられる。 SF 冒険活劇物語となっている。監督は、鋼の錬金術品劇の丘の聖なる星で、アニメーションディレクターを務め、スペースランディ、風立ちぬなどに参加した、押山清隆、キャラクターデザイン、創作画監督を、4月は、君の嘘で、作画監督、デスパレードで、キーアニメーターを務めた、小島隆、コンセプトアートを、 タリタリのキャラクターゲンンを務めたタヌーがそれぞれ担当する。ある日、死亡校を決めかねていた中学2年生のココナの前に突如現れた謎の少女パピカ。謎の組織、フリップフラップに所属しているパピカはどんな願いも叶えてくれるという耳の欠片を集めているらしい。耳の欠片が存在する不思議な世界、ピュアイリュージョンに行くには一人では力が足りないというパピカ。 そんなパピカに引きずられるように、ココナはピュアイリュージョンへと旅立つ。耳のかけらを求め、パピカとココナの不思議な冒険が始まる。サブタイトルは次回予告のみに画面表示され、本放送時には表示されなかった。ありがとうございます。